桜井ちゃんのおっぱい大きいね。今日初めてお腹の音が聞こえました。音じゃないね、聞こえてないね。お腹が動きました。誰かが蹴りましたね。ねえ、ちゃくらなあ、すーちゃん。すーちゃん、ちっちゃい子生まれたらお姉ちゃんやで。ちゃくら、ちょっとゴロンして、ゴロンして、ゴロンして。さくら、はい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 、ちょっとお腹触らしてな。どこ動いたかな。あ、今ここが動きましたね。まだまだこのくらいだと動いてる様子は見えませんね。あ、ここになんかいますね。ここにいますね、一人。聴診器やってるとトッ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 トと言ってるんですよ。え、くるみちゃん、女、胴腹の兄弟の中の、いや、くるみちゃん、それあんた自分の同じお腹を折った兄弟のおっぱいやからね。で、梅ちゃんじゃないからね、舐めちゃダメだよ。このくるみちゃんね、3歳になるんですけどね、いまだに梅ちゃんのお腹をこうやってペロペロ舐めてるんです。飲むわけじゃないんですけどね。くるみちゃん間違ってるよ、これ兄弟や。どこに赤ちゃんおるかな。おい、赤ちゃん、赤ちゃん、起きて、動いて。感じないな。どこにいんのかな。また丁寧に一個ずつ舐めて回らんでも。さくらちゃん困ってるやん。おかしい、くるみちゃんなのに、くるみちゃんが子供になってるよ。お母さん混乱してますね、さくらちゃん。でも尻尾ブンブンやし、この子。くるみちゃん尻尾ブンブンですな。なんか出てんのか。真剣に舐め出したな。尻尾が緩くなって動かなくなってきた。無我夢中状態。そして向こうでは赤ちゃん相手にエリちゃん。